本の蒲生は各蒲生との射撃準備に要する。次に進入してきた白で表示された車両が全員。装置には6発の誘導弾が搭載可能であり、連続して複数の目標に射撃をした後、速やかに陣地を変換して敵の攻撃を避けることができます。本日は赤外線画像による誘導方式で2発の連続射撃。ただいま発射された敵弾はおよそ10秒後に着弾した後に破裂します。ご注意ください。これはスパイラルといって高度を急激に落とす技術です。海上自衛隊の対潜哨戒 P3C が我が国に接近する潜水艦を含む敵艦船の情報収集を行うため出動します。この爆薬ブロックの爆発で地雷を爆発処理して電車用通路を一挙に解決することができます。本日は実際の爆薬ブロックをおよそ4分の1に減らしたものを使用しています。本日は左側のみ投射しました。中隊が敵の攻撃を見事に阻止しました。